こんにちは、ズイミーです。この前ね、お友達のおいなごちゃんがビールをくれたんです。ありがとうございます。で、このビール、なんと名古屋の会社が作っているクラフトビールなんです。ワイマーケットブルーイングというブランドで、名古屋市中村区名域で作られているんです。パッケージめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。で、それぞれ味が違うらしいので飲み比べてみたいと思います。でね、あとこちらもね、おいなごちゃんからおつまみにどうぞってもらいました。春日井製菓さんの薄ピー、エビピー、イカピーです。いや、手厚い。春日井製菓さんは名古屋西区にある製菓会社なので、名古屋力高めの宴になりそうな気がしています。では早速いただいていきます。わかりにくいかもしれないけど、割と色が違います。ヒステリック IPA っていうのが一番濃いかもしれない。イエロースカイペールエール、パープルスカイペールエールっていう2つは結構薄めで黄色っぽい感じ。これはなんかね、こう一番透明度が低い感じですね。本当にネクターみたいなドロッとしている感じ。ということで早速飲んでいきます。やばい、泡がなくなってしまった。このヒステリック IPA から乾杯。あ、おいしい。おいしい。ね、なんかめちゃくちゃフルーティーです。こんなの初めて飲んだかも。苦味はありつつも柑橘感、そのフルーティーさがあるので、全然こう飲みにくくないです。で、続いてイエロースカイペールエール。めちゃめちゃ爽やか。ゆず、あ、香りもすごくいいです。私エビピーナ大好きなんですよ。この大きさがいいよね。もう、パープルスカイペールエール、なんか湿気を感じる。多少苦味もありつつもシトラス感があってね、すごく飲みやすいです。ルプリンネクター。お、これビールか。え、なんか本当にネクターです。これビールか、これ。すごい、これはすごい。いや、ほんとホップネクターです、これ。これすごい。一番衝撃を受けたのはこれかもしれないです。ビールなのになんか、心なしかトロッとしてるんですよね。苦味は一番少ないかもしれないです。ビールが苦手な人でも飲めそうな味ですね。なんだけど、アルコール度数が 7.5% って、結構高めですね。美味しい。うまい。めちゃくちゃでかい声出た。いや、美味しいです、美味しいです。うん、あ、結構短時間に一気に飲んだらそこそこ酔いが回ってきた気がするので、残りについてはこの後ゆっくり楽しもうかなと思います。ワイマーケットさんのクラフトビールはイオンとかドンキホーテとか、あとはまあネットでも買えるので、ぜひぜひ試してみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。